今回のマタニティヨガを行う前に注意事項をいくつかお伝えします。まず安定期に入っているか、お医者さんの許可を得ているか確認してください。貧血気味の時やお腹の張りを強く感じる時はお休みしましょう。バランスが取りづらい場合はすぐにつかまれるものが近くにある環境でヨガをします。足幅を広げ、膝を曲げてマットに座りましょう。両手をお尻の後ろに置いて、息を吸って床を押し胸を開きます。吐いて腕の力を緩めて背中を丸めましょう。吸って胸を開き、吐いて背中を丸めましょう。もう一度吸って気持ちよく胸を広げ、吐いて背中、首筋をリラックスします。吸って背筋を伸ばし、吐いて左手を右膝の上に置いて右を向きます。息を吸って、吐いて胸を右へ向けるように軽くツイストしましょう。吸って体を正面に戻し、吐いて反対側へツイストします。吸って背骨を伸ばし、吐いて楽にツイストできるところまで深めていきましょう。吸って体を戻し、吐いて両手をマットへ下ろします。右足を持ち上げて足首を曲げたり伸ばしたりを繰り返していきます。足首の曲げ伸ばしをしながら優しくふくらはぎの筋肉を動かしましょう。左足も同じように繰り返します。ふくらはぎの筋肉を使いながら血流を整え、むくみを軽減します。次は四つん這いになります。肩の真下に手首をセットして、骨盤の真下に膝をセットします。足の指を立てて、息を吸いながら背中を反ります。息を吐きながら背中を丸めましょう。繰り返します。吸って緩やかに背中を反り、吐きながら尾骶骨を内側へ託し込むように腰を伸ばします。吸って背骨を少しずつ動かし、吐いてお腹を覗き込むように首の後ろ側も伸ばします。吸って背骨をまっすぐに伸ばしたら、バランスを取りながら右足を持ち上げて床と平行な高さでキープします。お腹が大きい方は腰が少し反っても大丈夫ですので、お腹を軽く引き締めておきます。右膝をマットへ下ろしましょう。今度は左足を床と平行な高さに持ち上げて伸ばします。呼吸も忘れずに、鼻から息を吸い、鼻から息を吐いて繰り返します。左膝をマットへ下ろしましょう。先ほどバランスを取るのが大変だった方は、再び同じことを繰り返します。右足を床と平行な高さに持ち上げ、余裕があれば左腕を前に向かって伸ばしてみましょう。頭のてっぺんから右足のかかとまでまっすぐに伸ばして、前後に体を広げていきます。左腕を下ろし、右膝も下ろします。左足を床と平行な高さに持ち上げ、余裕があれば右腕も伸ばし上げます。下腹を少し引き締めてバランスを取りましょう。体がグラグラしてバランスが取れない場合は、足だけ伸ばし上げます。右腕を下ろし、左膝も下ろします。膝を大きく広げて、足の親指同士をつけてお尻をかかとへ下ろします。両腕は前に伸ばすか、肘を横に向けて腕を重ねて、その上におでこを下ろしましょう。呼吸を整えます。鼻から息を吸い、鼻から息を吐いて、ゆったりと繰り返します。
上半身を起こして正座のように座りましょう。ゆっくり立ち上がります。必要であれば何かつかまりながら立ち上がってください。マットの一番前で足を大きく広げて立ちます。吸って腕を回し上げましょう。吐いてゆっくり前屈します。吸って手をすねに置いて背中を伸ばしましょう。吐いて両手をマットへ下ろして前屈です。吸って足を後ろへ引きます。吐いて膝をマットへ下ろし、吸って背中を反りましょう。吐いて膝を持ち上げてお尻を高く後ろへ引きます。下を向いた犬のポーズ。このまま背中を伸ばすようにお尻を高く上に後ろへ押し出しましょう。呼吸も忘れずに、息を吸って歩きながら両足をマットの前まで移動させて背中を伸ばします。吐いて前屈しましょう。吸って腕を横から回し上げ体を起こします。吐いて手のひらを胸の真ん中で合わせましょう。吸って腕を回し上げ肩を下げます。吐いてゆっくり前屈です。吸って背中を伸ばし、吐いて前屈。吸って両足を後ろへ運んで、吐いて膝をマットへ下ろします。吸って上を見上げるように背中を反り、吐いて下を向いた犬のポーズへ。ここで足踏みをするように交互に膝を曲げ、片足ずつかかとをマットへ下ろします。ふくらはぎ、膝の裏側を気持ちよく伸ばしましょう。吸って両足をマットの前まで歩かせ背中を反り、吐いて前屈します。吸って腕を回し上げ、吐いて手のひらを胸の真ん中で合わせます。両足を大きく広げて、右足の指先はマットの前へ向けたまま、左足の先は90度広げます。かかと同士を一直線上に並べて右膝を曲げましょう。吸って腕を横に広げます。息を吐いて右膝は足首の真上まで曲げて、下半身をどっしりと安定させます。お腹が大きい方は腰が少し反っても大丈夫ですので、お腹を軽く引き締めましょう。左手を太ももの上に下ろして、吸って右腕を伸ばし上げ、吐いて再び腕を横に伸ばします。吸って右腕を後ろへ、体の右側を伸ばし、吐いて腕を横へ。吸って右の体側を伸ばし、吐いて腕を横へ伸ばします。吸って右膝を伸ばして、吐いて腕を下ろします。体の向きを変えましょう。左足の先を横に向けて、右足を90度開きます。骨盤の左右の高さを揃え、左膝を曲げましょう。腕を横に開きます。膝が痛む場合は足首の真上まで膝を曲げなくても大丈夫です。無理のない範囲で動きましょう。優しく呼吸を繰り返します。右手を下ろし、左の手のひらを上に向けながら、吸って上に伸ばし上げます。吐いて腕を横に戻しましょう。吸って少しずつ体の左側を広げ、吐いて元に戻り、吸って腰から脇の下まで伸ばし、吐いて腕を戻します。吸って左膝を伸ばし、吐いて腕を下ろします。両足を腰幅に開き立ちましょう。両手を腰に当てて膝を曲げ、椅子に座りかけているような姿勢、チェアポーズに移ります。右手を胸の真ん中に置いて、左手を腰の裏側の真ん中に置きます。息を吸って背中を伸ばし、吐いて左へツイストしましょう。腰からではなく胸からねじります。吸って中心に戻り、吐いて膝を伸ばします。
手を離して再び手を腰に当ててから膝を曲げてチェアポーズ。次は手を変えて息を吸い背筋を伸ばし吐いて右へツイストします。息を吸って吐いて足腰は力強く、吸って正面に戻り吐いて膝を伸ばして手を解放します。マットの一番前で足幅を大きく広げて立ちましょう。前屈し両手をマットへ下ろしてから左足を後ろへ引きます。右手を右足の内側に置き、右足はガニ股になるように指先を45度開きましょう。股関節を開きながら右足の足の裏は浮かないようにしっかりとつけておきます。息を吐いて左膝をマットへ下ろし、息を吸って膝を持ち上げて膝裏を伸ばします。吐いて膝を下ろし、吸って膝を持ち上げ、吐いて膝を下ろし、吸って膝を持ち上げます。ここから左足を左手の外側まで運び、今度は右足を後ろへ移動させます。右かかとを後ろへ押し出すようにして背中も気持ちよく伸ばします。左足の足裏はしっかりとマットへつけておき、下半身は力強く保ちましょう。息を吐いて右膝をマットへ下ろし、吸って膝を持ち上げます。吐いて膝を緩め、吸って膝を伸ばします。吐いて膝を下ろし、吸って膝を持ち上げます。左足を後ろへ引いて下を向いた犬のポーズに移動しましょう。足踏みをしたり頭を揺らしたり体を動かします。膝を大きく広げてマットへ下ろしたら、足の親指同士を近づけてお尻をかかとに下ろします。お尻はかかとにつかなくても大丈夫です。腰が伸びるところで呼吸を繰り返しましょう。腕は横に向けていてもいいですし、前に伸ばしても体が楽に感じる方を選んでください。さらに背中を伸ばしたい場合は手をもう少し前に移動させましょう。脇の下が伸びてリンパの流れが整い、上半身の巡りが整います。ゆったりとした呼吸を繰り返します。気持ちもゆったりと落ち着いてきます。手を引き寄せて正座になるように体を起こしましょう。足を崩して楽な姿勢で座ります。これでマタニティヨガのレッスンを終わります。ありがとうございました。ナマステ。